はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、 AI に学ぶ置き碁の打ち方ということで、久々にこのシリーズねやっていきたいと思います。まあ、これはですね、黒番今ね3つ置いてるんですけども、これ置いてるのが囲碁 AI になります。で、私が白を持ちまして、要は囲碁 AI は3種局をどのようにこなすのかっていうのをね見ながらですね、まあ置き碁の打ち方の参考になれたらなというふうに思っております。なので今回は、白の手はね参考にしないでください。黒の手をぜひともね、いろいろ参考になさっていただければと思います。はい、それではよろしくお願いいたします。まず小目に打ちましょう。さあそれに対してね、桂馬でかかってきました。さあこれに対して、まあ多いのはね最近コスんで受けるとかね、コスミつけて隅の地を取るなんて打ち方多いですね。まあコスんでみましょうか。これ非常にね最近多い打ち方になりますからね。で二間に開いてね、これ簡単でいいですね、この定石になるとね。でこれに対してさあどうしましょう。どんどんかかっていきましょう。さあでつけてきましたね。お、早速これはつけ伸び定石みたいな感じですかね。つけて、あ、つけ伸び定石ですね。やはりこれもね最近増えてる理由として、やっぱりこうやってね AI が割合好んで打つというところに一つね、あるんじゃないでしょうか。さあこれに対してじゃあつけてみましょう。つけるとどのような変化になるでしょうか。はい、押さえてつないで、でつなぎましたね。はい、でそれからまあやはりこの白はね、さすがにそうは言っても何か打たなきゃいけないんでしょうね、これね。開いておくぐらいですね、これは。そうは言ってもね、さあでもね、そうは言っても相手が AI で強いからといって、私もね萎縮せずにどんどんね上手らしく、上手の置き碁らしくねやっていきたいと思うんですけども、さあここで詰めてきましたね。こちら狙ってきました。まあコスミつけたりして隅でね一気に行けば無難なのかなというところですが、もうグッとねかけてやってみましょう。さあこれを受けさせて、逆にこんな風にね、この黒さんやっぱりね、白を攻めるつもりでいると思うんですけど、逆に私がね攻めちゃうぞぐらいの気持ちでいきたいと思います。さあさあこれでねいよいよ戦いが始まろうとしていますが、どうなるんでしょうか。ぐいぐい来ますね、ノータイムで。これも二目の頭跳ねられたら嫌ですからね、しょうがないですね。はい、それからそうですね、やはりこれがまあ弱いとは言っても、白さんだって黒のいるとこいるよということで、やっぱり二間開きをさせないっていうのがまず攻めの基本ですね。上から防止したくなるかもしれないんですけど、やっぱね二間開き簡単にかかったり二間開きされるとね割合すぐ生きてしまいますから、やはり手強く来ましたね。これもやはりね私も頑張りますよ。これはどうだ、これ二間ぐらいでねパッとちょっとぐらい薄くてもね、もう力でカバーということでやっていきたいと思います。さあここはやっぱ頭はね常に跳ねられると嫌なんで、この辺しょうがないですね。まあ黒模様に入ってる意味もありますので、まあ仕方ないのかなと。で調子でいい感じで囲ってきましたね。ですが私はグッと曲げてね、ここの黒攻めていきたいと思います。そうですね、ここでどうするか、どうするかですね。これねまあグイグイグイといきたいところではあるんですが、そうですね、自然と出られますよね。やっぱかけ膨らまれるとねかけついたらいい形になっちゃうんで、一回伸びましょう。はい、で、すかさずかけですね。これがなるほど、出てきたらこう緩めようってことですね。で出てきても緩めて、出て緩めて、緩めて、まあなるほど、こっち側がっていうことですか。これはね巧みな一手ですね。打たれてみれば、当然と言われれば当然なんですけどね、こういうのね難しいですよね。さあこれに対して白もね封鎖されちゃうと嫌ですからね。あ、じゃあこの辺の覗きからね出て切る手狙っていったらどうでしょう。ちょっとやってみましょう。これ覗いて、さあつないで、こっからもうゴリゴリいっちゃいますよ。これはゴリゴリっとねもう全部取っちゃう。あ、うん、いやいや読み通りですよ。これもね大体読み通りですよ。こうやってねつながっておけばいいですね。はい、でそうですね、それで黒さんねつながりますよね。うん、知ってましたよ。さあそこで、さあさあこれはまあしょうがないですね、もうつながってますからね。こうねつなげまして、さあそこでこれねやはり右側の白弱いですから、封鎖されちゃうとやっぱ悲しいですね。ここ桂馬されるともう封鎖されてね完全にアウトって感じですから、これやっぱ外になんとか出たい、少しでもやっぱ足早に出たいんで二間で出ましょう。さあさあさあ、でこれでやはり弱い石から攻めてこられますね。さあどうしましょうか。ここでそうですね、ちょっとこの辺の薄みじゃあついていってみましょう。さあ下羽ですか、なるほど、下羽、いやこれは気づかなかった。下羽まあもうこれグイッといきますよね、こんなのね上手は。
やっぱり読まずにこういうのはグッといきますよ、上手は。はい。逆に取っちゃうからね、これは。はいはいはい。で、こっちをね、なるほど。家隅はもう、いいと。いや、これね、いい。本当にいいんですか？これ、こう打つと、切って、なるほどね。まあ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 、これ隅も大きいでしょ。そうは言ってもね。そうは言ったって、隅だってって気もしなくもないんですが、いかがでしょうか。ね、右側取りましたね。まあ、これは取られましたが、いや、ちょっとわかんないですけどね。まあ、大きいんですか？やっぱりね。うん。隅だって大きいですよ、でも。さあさあさあ、ここでじゃあ、AI のお株を奪って、このね、三々打っちゃいます。これ、あ、はい。取れてないですか？簡単には。なるほど。こうですね。はいはいはい。切って、これシチョウですからね。なるほど。もうね、この辺決めてというとこですね。なるほど。で、ここ繋ぐことはないんですね。繋ぐのはやっぱり、もう白さん生きて強い石ですから、まあ、これを利かしたと見て、まあ、これあるだけね、打っといた方が得だよと。で、なんとなく、こっちからの侵入をしにくくしといて、壁作っていこうっていうことですね。なるほど。先手で決めるとか、きちっとね、決めて。さあ、ここで、伸びがね、やっぱ簡明な定石になるわけですね。まあ、滑るとちょっとこの辺硬いんで、張ってね、打ってみましょう。で、なるほど、もう先手を取ってグッと。グッドですか、これいいですか、三目の頭ですけども、いいんですか本当に。いや、でも上の方が大きいのか。大きいですね。大きいですか。なるほど。そうですね、そこに打たれると、まあね、なんとなく頭跳ねは一つね、間違いない急所なんですけど、跳ねられて、まあ、跳ねて伸びてついで、なんとなく上の方が大きいよって言われると、そんなような気もしますので、そうですね。この人強いですね。なんで逆にじゃあ攻めちゃうぞぐらいね、上の方をね、上辺割って割りつつ、この3つ攻めちゃうぞってやりましょう。あ、冷静ですね。で、どうするんでしょう。まあこれしょうがないですね。やっぱね、グッと押さえられると隅の白もね、小さくされちゃいますから。はい、この辺はまあ、堂々といきましょう。堂々と。はい、でこのようにしまして、次はどこでしょう。あ、そこなんですね。これはちょっと気がつかない。なるほど。ここのまあ要はね、傷の具合はこれ当たり当たり当たりで取れますので、まあ絶対なのと、まあ羽とかね、下からのこう、白さんもなかなかこの辺で生きれないぞってしてるわけですね。なんか開いてもすぐ下が開いてますからね。まああとは眼形も厚いよということなんでしょうけども、ちょっと気がつきにくい手ですね。さあ、この白をいよいよ私はね、何か収まらなければいけません。さあ、どうやって収まる。これをどう上に逃げていくのか、ちょっと開いてね。いや、なんかこう、やっぱね、ここで弱気になってはいけないんですよ、私はね。ここで、あ、じゃあ、ここどうですか。ここに打って、次ね、この桂馬で渡る筋と、ね、入ってきますよね。これはまあしょうがないですね、つけて。まあね、これはしょうがないですね、つなぎましょう。で、まあ、渡らせないね。渡ってくれないね。簡単には。はい、まあ、これ、しょうがないですね。で、なるほど。それから、張って戻られる。戻られる。まあ、ここで、まあ、最終言ってたんで、ちょっとこれはね、筋として使ってみましょう。どうでしょう。で、すぐに切る。すぐに切られる。まあ、これ、当たりですね。はい。そうですよ。当たりで、空き三角になりますからね。これ空き三角にしたらね、いいんですよ。本当はそう教わってますけども、さあ、どうするんでしょうね。ここでやっぱりこの5個ね、逃げなければいけませんからね。ふわふわっと逃げていきましょう。はい、でこれが切りまして、なるほど、これも押さえるしかないですね。あー、ここが先手。なるほど、これも先手、あれもこれも先手になっております。さあ、それから、あ、ここはもうね、全然悔しくないですよ。この弱い石と弱い石が切られたからといって、白は全然悔しくありません。どちらの石も簡単に逃げれると思います。さあ、これをどう逃げていくのかっていうとこですね。まあね、こんな感じでね、死ぬことはないですから、そうやってもね、取られなければ、どうなんですか？こうやってね、ふわふわふわっと逃げとけば、結構ね、地が。あ、これがまた、ね、地を取りつつじっくり、はい、でこうまあね、ちょっとこれ
はい、ということでですね、ここに打たれて、まあ、白としてもね、これを逃げなければならない、いけないので、まあ、こんな感じでね、ちょっと打ってみたんですけども、トイ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 と、で、これで白さん繋がりましたが、まあ、黒に跳ねられました。で、こう渡りましても、まあ、こんなところで私はちょっとね、投了させていただきたいと思います。さあ、これね、まあ、数えてみるとね、全然足りないんですね。なので、まあ、非常にね、いいお手本の一曲が見れたんじゃないのかなというふうに思います。まあ、やっぱり強いし、まあ、かつね非常に冷静になんかね来られてる感じがしますね。はい、なのでまあ、お記号のほどねお手本になるような一曲だと思いますから、ぜひともね、まあ、もちろんただちょっと5って必ず棋譜並べもそうですけど、なんとなく自分の感覚的にすごいと思う手、あるいはもうこんなの無理無理みたいに思う手、いろいろあると思うんです。なので、まあ、自分で判断してですね、あ、この手は一手真似したいなとかね、そういう場所が1個でも2個でも見つかれば基本的に棋譜並べって成功だと思ってください。なので、まあ、この中でこの手だけはねちょっと真似したいなみたいな手があれば一番ね、幸いです。ちなみに私はこの局面でここにかけた手がね一番私としてはね、参考になった一手でしたね。こういうとこ来られるとやっぱりね竹風とかね、やっぱりこうなんですか、こう一見で出てくるの対策をねやっぱねついつい打ってしまいがちなんですけど、こうスッとかけてね、なるほどなと。でこの辺のかわし方は私個人的にはねすごく参考になったかなというとこですね。まあそんな感じでね、一箇所二箇所で真似するきっかけがね何かできれば嬉しいなと思います。はい、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ですねいろんな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。